ゲームのシナリオは普通のメディアのシナリオ作りとは大きく異なるところがあります。大きく違うからこそそれを逆手にとって斬新な見せ方もできそうな気がしますが、まずは違うところを4つほど解説したいと思います。まず1番目、ゲームをプレイしたい人にとってはシナリオが邪魔になる可能性があること。お話を見たい人にとっては良いのですが、カットシーンが長々と続くことでなかなかゲームをプレイさせてくれない。特にこれはアクションゲームの場合イライラします。スキップするのもお話の筋が見えなくなる不安がありますしね。飛ばせるようにした方が良いような。2番目、基本的に主人公視点であること。仲間や敵ボスがそこに至る背景が長々と差し込まれるというのはコミックなどではもはや王道と言っていい展開ですが、ゲームにはあまり合いません。3つ目、敵や敵軍勢と戦うシナリオの場合、基本的に主人公は上昇する、常に勝つ必要がある。戦闘に勝ったのに強制的に負けにされたということに対する理不尽さを感じたことはありませんか？シナリオの都合で成果を無駄にされるのはストレスになります。4番目、仲間がシナリオ上で死んだり離脱させられない。これも、他のメディアなどでは有効な見せ方ですが、ゲームにおいてはパーティー構成が変わったりアイテムの引き継ぎが行われなかったりと難しいことがある構成です。今説明した4つはゲームにおけるシナリオの問題点もありますが、そのセオリーを無視してあえて実装してしまうという手もあります。プレイヤーにとって嫌な思いをすることになりますが、それを含めて印象深いシナリオになる可能性はありますから、そんなにしっかりシナリオについていけるわけでもない今時の作品として強調したいということを一つ挙げるならば、最初はストーリーではなくゲームを始めることをお勧めしたいです。プロローグを最初に長々と説明するのではなくて、さっとゲーム内に飛び込ませてしまう細かいシナリオはそれから。新光神話パルテナの鏡ではステージを始めるとすぐに扉をくぐりゲームがスタートします。本当はこういったタイプの場合ミッションブリーフィングがあり、そのミッションの目的説明などがあったりします。が新パルテナではとにかくステージに放り込まされ、ゲームしながらミッション説明を受けることになります。ゲームはプレイ時間が長いほど良いというのは昔の話なので、このぐらい早飯食いでバーッといっても良いのではないかなと思います。新パルテナのシナリオは私が書きました。本開発が始まる前にシナリオを揃え、またゲームの利点を生かしたシナリオと演出ができたことは良かったのではないかなと思います。これは比較コンセプトのカテゴリー新光神話パルテナの鏡の話で、